ではまず最初に高校生女子組手試合決勝戦から見てみよう。赤、静岡支部所属の Kawai Mayuka。 白、大阪藤田道場所属の Yoshida Mami。 高校生らしい思い切りの良い試合を見せてくれた。高校生女子組手の部は静岡支部、河合真由香が優勝を勝ち取った。